皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。まあ、4月も中旬を迎えましたけれども、今年はちょっとね、なんか4月に入ってからちょっと逆に寒い日が続いてまして、まあ、現在もですね、外は気温が10度なくて、非常にこう肌寒い感じなんで、まだちょっとね、家の中にいるときもちょっと厚みが必要なんですけれども、さて今回はですね、またジャンプ品の、紹介をしたいと思うんですけれども、はい、こちらです。はい、こちらですね、ケンウッドのパーソナル CD システムです。はい、こちらはですね、某、リサイクルショップで、300円で売ってたものなんですけれども、まあ、名前から言って、パーソナル CD システムということで、機能的には、一応 CD とラジオが聞けて、でこの本体の上にですね、こういう穴がありまして、ここに一応 iPod が刺さるようになってまして、一応 iPod のドックとしても使えるものなんですけれども、さらにこの本体の横、これパカッと開けますと、ここに USB の端子と、あと、ステレオミニプラグの端子があって、まあ、USB メモリーと、まあ、iPod 以外のオーディオプレイヤーを USB で接続するとか、あるいはこのステレオミニプラグでつなぐとかっていうことができて、まあ、音楽をね、ここに集結して楽しむことができるという、まあ、ものになるんですけれども。まあ、300円で、一応リモコンもちゃんとついてます。はい、それからこれの、まあ、付属品だったのが、まあ、電源ケーブルと、あとはこれ FM のアンテナですね。はい、これはまあこの後ろに、本体の後ろにこれをぐるぐるぐるっとつけることでつけられるアンテナになりますね。はい、じゃあひとまずこっちの本体のですね、動作確認をしていきたいと思うんですけども、まず、まあ、外観として、ここに左右にスピーカーが1つずつついてます。でこう表面がちょっとつるっとした、まあフィルム上で終わりと思うんですけども、はい、この表面ちょっと分かるかどうかなんですけど、ちょっとねこの辺に当たりがあります。はい、ちょっとへこんでる感じがしますけど、まあ全体的には、まあ、本体に黒っていうこともあるんで、まあ、若干傷とか汚れが目立ちますけど、まあ、そんなにひどい状態ではないという感じですね。はい、はい、でまあ通電するとさっきみたいにちょっとメッセージが出て、ちょっと点滅してますけども、一応時計が設定できる状態になってます。でこの、機械なんですけど、一応目覚まし時計としての機能もあって、まあ、いわゆる目覚ましのこうピピピピピピみたいなアラームは鳴らないんですけど、そのアラームの代わりに、例えば CD とか、それから FM、ラジオとか、さっきの、USB とかからの音で、目覚ましとしての機能もあります。はい、じゃあまずはですね、CD 聞いてみようと思うんですけど、一応これで電源入れてみましょう。ポッと、はい、ウェルカムと。で今これポータブルってなってますけど、これはこの横から、そのオーディオプレイヤーを入力するときの、まあ、ステレオミニプラグにつなぐときのモードですね。これがポータブルと。で、モードを切り替えると、アンテナつないでませんけど、一応 FM が入ります。はい、でこちらが CD ってなってますけど、 CD のモードです。まあ、CD は入ってないんで、読めませんっていうか、まあ、
この機械の状態としては CD が再生できませんという状態なんですけれども、一応 CD とそれから、はい、USB ですね。でこの上に挿す、まあ、iPod とポータブルというものがあります。でですね、じゃあ CD を、まあ、多分読まないと思うんですけど、一応読まないかどうかの確認をちょっとするために CD 入れてみましょう。一応こう CD を読もうとしてピックアップが動いてるような音はするんですけど、はい、というわけでエラーということで CD 読まないってことですね。はい、じゃあですね、まあいつもの通りこのレンズクリーナーを使って、再生できるようになるかちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあこのクリーニングディスクを入れます。さあこれで読むでしょうか。まあレンズはクリーニングできたとは思いますけど、一応その時には音が鳴るようになってるんで、それも読んでないんで、やっぱりこの、機械の中の CD ドライブに関してはちょっと、まあ、小手先ではちょっと直んない感じですね。でまあ手元にちょっと iPod はないんで、まあ、iPod のチェックはちょっとできませんけど、一応まあ撮影する前にUSB から聞けるかどうかは一応チェックして、 USB からは聞くことができました。はい、でこの USB の端子なんですけど、まあ本来は、iPod 以外のプレイヤーを接続するためとか、まあ、USB メモリを挿すためにあるこの端子なんですけど、ちょっとそこで一つ考えたことがあって、このモード選択でこの USB を選んでいない場合でも、この USB 端子には電気っていうか、まあ通電してるのかっていうのをちょっと気になったんで、そこで一つ考えたのが、はい、こちらです。はい、こちら Bluetooth のUSB 電源のレシーバーなんですけれども、まあこれその辺のお店でだいたい700円とかくらいで売られてるものだったんですけれども、これを使ってこれをですね、この本体の横に挿して、このレシーバーはここに穴があって、ここにステレオミニプラグのケーブルをつないで、そのケーブルを他のプレイヤーとかにこう挿して使うことで、Bluetooth で音楽を拾うことができるというものなんですけど、これをですね、この本体の横の USB 端子に挿して、で、このステレオミニプラグのケーブルを使って、すぐ横にある、このポータブルの端子ですね、このステレオミニプラグの端子に挿すと、このレシーバーを介して音楽が聴けるんじゃないかっていう、アイデアがちょっと浮かんだんで、やってみようと思います。まあ、最終的には、どのモードで聞くかって言ったら、このステレオミニプラグのケーブルが刺さってる先のポータブルのモードなんで、モードを一応ポータブルにします。はい、ポータブルにした上でこのレシーバーをこいつに刺します。するってことですね。USB のモードを選んでいないんですが、分かりますかね、この Bluetooth のロゴの横、今ちょっと青く点滅してるかなと思うんですけど、はい、ちゃんとこれモード選んでないんですけど通電してますよね。まあ、こうなればいけるだろうということで、このステレオミニプラグのケーブルをレシーバーから
ポータブルのところに挿します。はい。まあ、こんな感じですね。で、スマホを取り出しまして、こいつをペアリングさせます。はい、この H163 っていうのがこの、まあ、レシーバーの型番なんですけど、これを接続ってやります。はい、ペアというふうに接続されました。で、ちゃんと音も出てますよね。はい、これで、まあ、ちょっとね、見た目はあれですけど、一応この Bluetooth のレシーバーを使ってこの機械に音を出すことができるということが分かったんですね。試しにちょっと曲を流してみたいと思います。はい、というわけで、きれいに音出たと思ったんですけど、ちょっとですね、なんか音がこもったような音が聞こえます。はい、これは、まあ、もしかするとこのレシーバーの、品質の問題かもしれないんですけど、ちょっとですね、そういう音がこもったような感じに聞こえるのと、若干この無音状態では雑音がこうちょ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 っと入ってる感じがします。はい、でもまあこれをですね、まあ、音楽を聴き直すように使う分にはまあ全然十分かなと思います。はい、でですね、この再生できなかった、CD の部分なんですけど、まあ後日ですね、まあ、分解して修理するとかいうのが、まあ、出せれば作ってみたいと思います。というわけで、こちらのケンドのパーソナル CD システム CR-IP500 の、まあ、動作確認と、まあ、ちょっとしたね、モッドといいますか、別な使い方の動画になりました。はい、まあ、CD がね、ちょっと再生できないのは残念ですけれども、まあ、後日ですね、まあ、その CD の動画が出せたらいいなと思います。はい、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。